地元トークとかあれば。僕の地元は黒豆が有名です。あ、黒豆。あ、ちなみに地元はちょっとそれは言うな。でもじゃあ次、ジュミーちゃん。すいません、初めて言っちゃった。すいません、初めて言っちゃった。僕の家は僕の家ない家の説明。あれなんですよね、高校までチャリで5分で。あ、もうバレるよ。いや、大丈夫。中学校徒歩で5分で。あ、言ってました。バレちゃくていいって。小学校徒歩10秒なんですよ。おー、ジュミーの家がいいだけやん。俺っすか。俺の地元はクスクスとかタジンが住んでて、隣あの砂漠なんですけど、まあラクダが結構。あ、これすいません、モロッコの話してる。これモロッコの方だね。面白いじゃんお前。兄貴ね。お前そんなボケできるんだったの。ココ君、全部魅力っすね。はい。ご飯もそうだし、音楽もそうだし。音楽もね、確かに。海も人々も。え、ちなみにどこですか？地元。沖縄っす。あ、沖縄。締めの料理。龍河くんの地元です、ね。龍河、自分のこと龍河くん。おしゃれですよ。海も、山も。神戸マウントね。ご飯も。神戸マウント。ショッピングもできますし。あの、来年にはね。あ、やばいほら。どこでもできるわ、ショッピングなんて。あの、アリーナもできますから、来年ね。神戸。アリーナできますから。ライブができますから。それはすごいわ。みんなの地元もすごいいいですね。あっさりやな。